ここで上げていく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 、だからだからじゃあ相手側が落ちちゃったかな、俺側かな。最近これ多いよね、ここで突然戻されるやつ。フィクサーちょっとやりたくなかった、気持ち的にやりたくなかったから助かった。よいしょ。え、これやんなきゃダメ、これあれやんなきゃダメ、これ あれやんなきゃダメですか。あそこの時点で圧勝してたらやります。いい勝負だったらちょっと勘弁してください。あの圧勝してたらやります。うまい、これはドンファイの楽しいとこ行けそう。ドンファイの楽しいところを迎えに行けそう。いや普通にうまくね。最近の俺のドンファイよりうまい。心の綺麗な人にもさすがに言えてるように聞こえないわ今のは。やばい来ちゃう、いける、この点差なら楽しいとこ迎えに行ける。来るぞ来るぞ来るぞ、どこから楽しいとこ来るよ、来ちゃうよ、もうちょっと来ちゃうよ。ここで上げていく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 、だからだからじゃあ、じゃんじゃんじゃん、てか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 、早すぎだ、ハイパーソン早すぎだ、狂気感を持った、狂気感は演出するもんじゃないんだよ、心の奥底から出てくるもんだから、それを演技で狂気感を上乗せするのは俺のポリシーに反している。そうは思いませんか、そうは思いませんか。疲れた。急に楽だ、ちょっとね、あの本家よりもテンションが低かったかと思いますが、今俺の心の奥底から出てくる音ゲーの楽しんでるのはこのぐらいということで、よろしくお願いします。よいしょ。酒入ってる時より言ってね、さ、あの出てくるなんてからかなんのところは酒入ってる時より言ったわ、酒入ってる時より言ったって言い方やばいけど、あのドンパイの楽しいとこ来て音ゲー楽しいって言ったところはちょっとあれかな、本家の方が言ってたかな。